皆さんこんにちは、ふみです。本日からですね、ポケモントレーディングカードゲームポケットというスマホ版のポケカがですねできるようになっておりますので、こちらのアプリをですねやっていきます。はい、ポケカは好きなんですよ。ポケカのね、あの紙の方のポケカ結構やってるんですけど、今日からスマホでも紙のポケカとは違いますけども楽しみですね。アイコンとプレイヤー名、はい。ちなみに今日からね、なるべく、まあ、連載というか続けてね、動画を出していきたいと思うんですけども。はい、これでやっていきます。OK。お、早速、拡張パックを開封できると。そう、今回ですね、最初はこの3パックから選べるんですけど、まあ、結構ね、強いって言われてるのがミュウツー。まあ、リザードンのパックも悪くないっていう感じなんですが、私はピカチュウを選んで、まあ、ピカチュウデッキを組みたいので、ピカチュウのパックを開けていきます。まあ、チュートリアルで引くのも全部ピカチュウのパックにしようかなと思ってますね。はい。あ、すごい。上を切る形の、じじじじじ、あれ、じじ。おー、いい、いいですね。ゼニガメ。かわいい。ディグダ。まあなんかテキストとかその配置の感じもね、普通のポケカと一緒ですね。カラス、ギャロップ、おー、ウィンディ、いいですね。まあこれは普通にあれかな、もらえるやつかな、選んだらウィンディ EX です。でリアリティはね、さっき下に出た通りダイヤ1から4があって、その上が星1から星3だっけな。でその一番上に王冠っていうねリアリティがあります。すごいね、なんかちょっとさ、3D っぽく見える風になってるね。このお手手が可愛いですわ、ウィンディ。まあ弱いらしいけど。はい、そしたら、ここがホーム画面ですね。ミッション見ていきましょう。最初のミッション、図鑑にカードを5枚登録しよう。お、これが、さっきので、クリアしてるので、報酬をもらえますと。これ何？エンブレムチケット。あー、エンブレムと交換できます。いいじゃん。ありがとうございます。このパックパワーが満タンになると拡張パックを開封できます。時間制で回復するんだね。で、回復アイテムもあるっぽい。ちょ、今回、無料で引かせてくれるらしい。あ、なんか自動的にミュウツーになったわ。まあ、いっか。これで、ミュウツーのなんや、一番上のね、リアリティがね、UR みたいな感じのやつなんで、それ出てくんないかな。さすがに無理。カラカラ。かわいい。これ、ソウソウさんだ。イラストが。こらった。あ、キルリアいいですね。シェルダー、イラストかわいい。あ、やった。早速、星1もらっちゃった。しかも、メタモンめっちゃかわいくない？技、どこでもコピー。相手の場のポケモンが持っている技一つ選び、この技として使う。いいね。まあ、エネルギーは必要なんだね。なるほど。いや、でもなんか良さそうだけど。早速、星1ギュッとしちゃった。これでどんどん図鑑もなんか埋めていく。コレクション要素もね、あるから。まあ、対戦そんなに興味ない人でも、まあ、できそうっちゃできそう。まあ、でも対戦しないとね、ちょっと、報酬とかもらえなそうではあるけど。レベル2。新しい機能がオープンしました。ゲットチャレンジ。どんどんね、チュートリアルを全部進めて、パックをたくさん引きたいので、今日は。ゲットチャレンジ。なんだ、ゲットチャレンジ。他のプレイヤーやフレンドが開けた拡張パックの開封結果が並んでいます。カードをランダムで1枚ゲット。へー、なるほどね。欲しいやつが絶対もらえるってわけじゃないけど、1枚どれかがもらえるって感じかな。やってみよう。あ、ゼニガメ欲しいじゃん。ランダムか、でも。いやー、でもさすがにわからんな。ここ。おお、これ、あれかな、もしかしてゼニガメ固定にしてくれてるのかな、わかんないけど。早速星1がまたゲットできちゃった。やったね。チュートリアル終わり？早いね。でもこっから多分、ちょっとずつなんかやらないとパックが開けられないっぽいので、はい、あ、とりあえず引けそうだね。はい、ありがとうございます。楽しみます。ピカチュウパック開けてこう。これ1パックずつしか開けれないのかな？しかもなんか今回ね、こんな感じで裏まで見れちゃって。横の厚さとかも見れるけど。これじゃあさすがに判別できないよね。これにしよう。ピカチュウが出てくれたらね、やっぱり嬉しい。ピカチュウデッキ組みたいんで。カメール。コイキング。ヤクレ。シママ。ゴルーグ。はい。
で、もし今回ね、この動画というかこのチュートリアルの間にピカチュウの EX が1枚も引けなかった場合はちょっとリセマラします。さすがにね、ちょっと、1枚は欲しいかなっていうところ。最初でもドレディア、あ、エレブ強そう。雷パンチいいですね。貝の化石、青ムスター、古代のウルシオ。まあ基本はこんな感じだよね。多分モノーマルカードがほとんどなのかなとは思いますけど、パックパワーがなくなると、回復するまで開封はできないけど、パック砂時計で待ち時間を短縮。なるほどね。この横にある砂時計のやつで基本12時間だから、12個使って、12時間を短縮すると。はい、なるほどね。使えます、使わせていただきます。もう一回パックを引きます。ピカチュウ EX っぽいで、しかも色違いじゃない、イラスト違いみたいなピカチュウもいるんで、それが出たら、お、サンダーいいじゃん。ダイヤ3のサンダー出た。落雷100。これ横にしたらなんかちょっと光ってるみたいな、わかりそうだけど。ぷくり、ポニータ、あ、霞。こうやって図鑑集まっていくのはすごいなんかいいな、コレクションしたくなるね。これで、あ、10パック開封もあるんだ。まあ、ただちょっとハードルが高そうですね。はい。ちょっとミッション見てみる？ログインしよう。拡張パック1回開封しよう。2回開封しようを受け取ります。お、砂時計もらえた。そして、プレゼントボックスにもなんかある。運営チームからの配布アイテム。これ何？いつかのチケット。なんだろう。楽しみだね。じゃあ、ゲットチャレンジ1回やってみるか。まあ、今回私がね、あのピカチュウデッキを開けてるので、他のやつでもいいけどね。どれが、あ、サーナイトあるじゃん。サーナイト強いらしいって聞きました。2個消費してゲットチャレンジ。サーナイト行こう。欲しい、サーナイト。ピカチュウデッキがね入ってないから、これビードル、ビードル。これでゲットチャレンジが終わりの、あ、めっちゃ砂時計もらえる。2パック開けれますね、これで。じゃあ、2パック開けてこよう。いや、マジでね、ピカチュウが出ないと始まらない。ピカチュウ EX がね、めっちゃ強いらしいんだよね。だから、1枚は欲しいよ。これ。えい。ゴビット。なんかイラストめっちゃ可愛い。ゴビット。はい、ゴビット、ゴビット、ポニータ。たけし。世代ですわ、たけしは。ノーマルカードっぽい。シードラ。なるほどね。なかなか出なそうだね。結構開けないと出ない説ある、これ。頑張れ。あ、光ってない。あ、エレブ。エレブはね、強そうだから全然いい。タタッコ。プリン。おー、ギャロップかっこいい。いやー、ちょっと最初のあの、もらったミュウツーパックで星1出たの結構奇跡かな。お、レベルアップした。これで、レベルアップのなんかミッションがあったので、アバトルがオープンしましたって。報酬受け取れるんじゃないかな。はい、ほら砂時計がめっちゃもらえる。これバトル1回やって、そしたらまとめて何回か引けそうなんで、1回バトル行きましょう。ここでは AI や、世界中のプレイヤーとバトルができます。最初は1人でかな、遊び方。まあ、この辺もしかしたらね、もう分かってる人もいるかもしれないんで、ちょっと早めに早送りでお届けするかも。よし、勝利して、砂時計ももらったし、報酬が結構溜まったんじゃないの？砂時計。はい、まとめて受け取ると、これもまた48もらえたから、じゃあ、砂時計めっちゃ溜まったんで、これで、今回は最後かな。この動画では、これを引いて終わろうかなと思います。結構引けそう。あ、これでちょうど10パック開封一気にできるじゃん。やった。120消費して。10パック開封行きましょう。さあ、ピカチュウ EX が1枚も出なかったらリセマラします。行け！わーお！爽快。爽快です。あ、5パックずつね。オッケー。プクリン。チューリネ。かわいい。コロモリ。ミドリーナ。ゼブライカ。あ、いいじゃない。あ、コイル。そうそう、3コイルいいね。オムナイト、かわいい。ポニータ、フランセル、おー、バタフリー、星3、バタフリーです。タッツ、ゴルダック、
ゴマタナ、ウールー、ピクシー、お、あ、違う。4パック目。オムナイト、ニドラン、あ、エルブね。はい、エルブはめっちゃいい。オクトパス。やばい。何も出ない。心盛り。あ、サンダーはいいんだけどね、とても。ピカチュウが出ません。ピカチュウ、ピカチュウ、助けて。もう6パック目。何も出ない。何も出ない。シーママ。モスの、あ、なんか後ろにいる。ウール、ギャタビー、ゴルダック、ピッピの次が、たけし。たけしの星に、違うんだよな。ガチュウ EX が欲しいんですけど。やばい、全然光ってないよ。どうしよう。リセマラになっちゃう。霞役で、ギャロップ。あー、このピカチュウもあるんだね。有田先生のね、コビット、パラセクト。これ何パック目？うわ、これ最後じゃん。うわ、光ってないわ、終わった。コルーグ、ニドラン、ジュリネ、役で、ギャロップ、終わり。これ引き悪くない？多分。いやー、たけしかー。たけしかー。さすがにね、ちょっとこれ引き悪かったっぽいので、まあ、一回だけ最後、ちょっと引いてから考えるか。一回だけ引けそう。なんか報酬ゲットしたんで。これでピカチュウの、まあ、EX1 枚出たら、続けてもいいかなっていう感じ。最後の、お、急に。プクリンか。プクリンか。まあ、3円で結構大変なイメージあるけど。サンド、貝の化石、トランセット、オムスター。いやー、ダメだ。ちょっとピカチュウが出ないので、すいません、リセマラさせていただきます。長かったよー。しかもめっちゃいいレアのやつ出たんじゃない、これ。何この演出、かわいい。バタフリー、ニョロもかわいい、かわいい、かわいい。いやー、マジで長かったー。何回やったんだろう。嬉しい、星さんのピカチュウ EX。やっとリセマラが終わりました。やった、マジで。いやー、最高ですね。あとはもう何でもいいや。あ、ウィンディも出てくるか。ありがとう。嬉しい。まあ、あとはもう何でもいいですよ。ゼニガメめっちゃ出るんですけど。2枚目か。なんか後半はね、渋そうだった。やっぱパック開ける瞬間にちょっと演出が入るんだよね。で、なんもないと、
多分ノーマルだけみたいな感じなんで、ちょっと後半多分なんもないです。そんなことってあるんですか？2回目です。ちょっとごめんなさい。そんなことってあるんだ。強っ。さすがに引き強っ。よし、これで始めよう。おーおーおー、ギャラドス。なんかギャラドスめっちゃ出るんだよね。リセマラの中でめっちゃ出た。よかった、これ最高のスタートです。嘘、後半何もないと思ったら、ソーソーさんの EV めっちゃ可愛いやった。これはさすがにゴッドパックぐらい神引きしてない？嬉しい。いやマジで嬉しい。よし、これはさすがに神引きとさせてください。で、あと1回引けるので、それ終わったら今回は終わりにしようかな。いや、いいスタート切れたね。頑張ってよかったわ。ちょっとマジでピカチュウが出たら終わりでよかったんだけど、ピカチュウが出なくて、いやーよかった、出て。これね、開けた瞬間ちょっと演出みたいなの入るんだよね。いくよ。あ、なんもなさそう。なんもなさそうです。でもなんもなさそうでも出たからな、あんま確定って感じではないかな。はい、ということで見てください、このゼニガメが3、しかもギャラドスも2枚目だったなんかちょっとかぶりがひどいですが、でもこのピカチュウ、星3ピカチュウが2枚出たのマジで激アツ、激アツ。やったー。ちょっとピカチュウデッキをね、組めるように頑張っていきたいと思いますので、はい、次回からもぜひよろしくお願いします。よければチャンネル登録よろしくお願いします。ナイス神引きと思った人はグッドボタンもぜひよろしくお願いします。ということで本日は以上です。さようなら。